皆さんこんにちは。今回は、4.2、後半ガチャの評価。基本的に星5は無凸での評価です。星4はどのキャラも貫凸が望ましいですが、推奨凸は一つの目安として把握ください。あとは基本的に星4武器での評価を想定してます。そのキャラを使った編成も基本そういう想定です。前提は重要なのでご了承ください。また、この動画は性能をベースに性能で考えたい人向けの動画です。ゾーニングにご協力ください。それでは、進めていきます。ということで、まずはアヤトです。アヤトはアタッカーなので、サポーターほど引く理由はないです。ですが、どの編成をしてもそつなくこなしてくれるので、探索、螺旋、どちらにおいてもアタッカーとしてかなりおすすめ。ヌビレットほどのキャラパワーはないですが、それでも、螺旋をクリアするのに十分であり、元素反応を楽しみながら強い編成を使う。操作も比較的簡単で、若干複数寄りで、単体にもいける。個人的には総合力で言えば、アルハイゼン、やヌビレットたちと、同等までいかないにしても、個人的には全アタッカー上位に入るキャラです。爆発が少々重いのはネックですが、開花系では範囲付着は重要ですし、設置で、CT20 秒継続18秒と、昨今のキャラと比較すると継続時間はとんでもなく長いです。欠点としては一人だけだと特に螺旋は火力は出しづらい。ですので、編成単位で戦っていくキャラクターだね。あとは万能ポジションなので、タルタリア、アヤカなど、専門的な能力に秀でてるキャラにその分野では勝てません。ヌビレットはいますが、絶対的な評価で見ればまだまだ現役です。続いて、セノ。境界化して、単体と戦わせるのが主流。純粋な激化をさせたいならセノや白術、ナヒーダの凸を進めたいかな。無凸で純粋な激化しても弱めです。一方で、境界化をしていれば、単体ボスに対しては十分すぎる火力が出せます。自分の評価では、単体にのみ特化されてるキャラほど評価低いのですが、単体ボスであれば全然問題ありません。適材適所で使ってあげれば十分ダメージ出せますし、今回の螺旋のような配置だとかなり特化キャラとしておすすめです。ちなみに武器は、激化するなら圧倒的に赤さですが、境界化を絡めるならフィヨルドの精錬後がかなり僅差までいけます。無凸セノ愛好家の人は、赤さを引かないなら、精錬後まで気候でフィヨルドを取ることをおすすめ。大体赤さと同じ適性のキャラもカバーしてくれます。単体特化キャラで編成も限定的なので、優先度は低くていいと思います。そして星4について。シャンリン。現時点で最強の炎サブアタッカー。なんなら星5無凸なら最も炎元素でダメージが出せるキャラでしょう。元素爆発の火力はぶっ壊れ。1凸で一応炎耐性ダウンがあるが。4凸の爆発継続時間アップがかなり強い。一応貫凸してれば爆発中炎バフを負けるけど。アタッカーベネットやフータオやリネとかと合わせないと実感はないかな。十分4凸までは引く価値があるキャラだね。そこら辺の星5アタッカーよりも強いので。全然引きに行っていいと思う。昨今は多様化してるとはいえ、編成からわざわざ抜く理由はあんまりない。続いてキララ。スメール周期に出てきた草シールドキャラ。シールド強度は固め、付着は限定的かな。4凸すれば、一応長期間に一度付着が可能。貫凸すればスキル爆発使用後ダメバフ 12% 配布。付着はかなり限定的ではあるが、全キャラの中でもトップクラスのシールド性能。主な使い道は、付着が弱くてもいい超激化で1枠として。あとは他の草キャラと草2が多いかな。勝利がいない人はフータオと合わせたりとかもできるね。優秀ではあるが、無凸確保で言えば優先度は低くていいかな。そして最後は忍ぶ。境界化といえばこのキャラ、という感じ。個人的には周期が安定していて、集団戦とかでも狙った位置で境界化起動できるから、ライデンよりも忍ぶの方が境界化キャラとしては強いと思います。また、回復もできるので枠圧縮にも繋がっていますね。2凸で継続時間増加、4凸で付着増加なので、無凸でも十分ですが、できれば2凸したいね。もっと言うなら4凸まで行きたいかな。今3凸で使ってて十分だとは思ってるけど、4凸でスキル中の攻撃回数が増えるのは魅力に感じます。どちらにせよ、最強の元素反応境界化で使えるので、
今回のアヤトにしろ、セノにしろかなり噛み合う。正直星5サポーターと同等までいけるので、無凸確保できた時点で喜んでいいと思う。ということで全体、星4は全体的に優秀です。星5は圧倒的にアヤトがおすすめです。ただ、アヤトもセノもアタッカーなので、サポーターほどの優先度はないことに注意してください。キララは自分は星4攻略で選択肢にあまり入れないので、この評価ですが、貫突まで考慮すると引く価値はあるでしょう。シャンリン4とツトシノブの確保はかなりおすすめです。今後の星5が誰であろうと、ナビアの性能がどうであろうと、境界化を考える上では星4でも星5でもシノブは肝なので、シノブの確保は星5を無視してでも考慮していいと思います。シノブは交換所に並ばない上に星4の数も増えてきているので、性能を考えるならここで抑えるべきです。とはいえ、後半ガチャなので 4.3 の復刻と、ナビアの性能発表を待ってから引くのがおすすめです。ここから武器ガチャコーナー。基本的には戦力不足は先にキャラを揃えることをおすすめ。基本はモチーフ武器引いたからといって、キャラほどの変化は望めません。あとは普通にピックアップ2個だったり、確定入手には最大3天井かかるので、コスパはかなり悪いです。あとは、主にキャラを性能で引かない人向けのガチャ。ということでまずは波乱。基礎608、会心率アップ。全元素ダメージアップ2。仲間がスキル使うとスキル使用時に通常ダメージアップだね。通常アップの部分はともかくステータス優秀で会心率武器。全元素ダメージアップもついているので、基本は腐らない。バンガンみたいに HP はついていないのでフリーな適性はそこまで、だけど。ギリギリ、バンガンに隠れてはいるが優秀な武器。また、初期ステータスの都合もあり、会心率の方が基本は盛るのが大変なので。率武器なのも評価は高いです。バンガンギリギリほど狙う武器ではないですが、十分狙う価値、汎用性はあります。そして、赤さの杖。こちらは、基礎が低く、率 44.1。バンガンタイプの武器で、熟知に依存して、攻撃力が上昇します。さらに、スキルヒット時に熟知に応じてさらに攻撃力アップ。セノ、ロサリア、シャンリン、フータオあたりは噛み合いがかなり強く。ライデンも適正度としては高い、って感じです。おすすめキャラが多いのは、主に率 44.1% の部分かな。もちろん熟知からの攻撃変換もありますが、会心率正義な部分も強めです。ライデンナショナルの場合はライデンよりもシャンリン優先でつけたいですが、チャージ調整はかなりシビアになってくるのでそこは注意かな。ここから星4武器について。まずは甲虫幽銀。通称田中健です。攻撃力アップと、炎か雷下地ならダメバフ。衝撃加国性とか、雷入りの行く秋ややと。あとはアタッカーベネット用かな。ただ、前提条件があるので、国勢以外は編成に注意。続いて清風体験。チャージ両手剣で、会心時に粒子が発生します。基礎攻撃力が低いのですが、PT 単位でサポートができるので、選択肢には全体的に入るかな。編成で何を求めるか次第。ただ両手剣はサブアタッカー的ポジションが多いので、カツラギ切りや基礎がかなり高いサイレイと比べると悩みやすいね。清風槍。体験と効果は同じ。会心時に粒子が出るので。また、槍には祭礼がないので。必然的にチャージ優先の槍キャラはこれになる。特にチャージに依存しない槍は封筒くらいで。全体的にアタッカー含めても状況次第で採用の候補に。最強の槍の一つですね。欠点は工場は田中槍と2種類なので。早ければ 4.3 の後半でピックアップがほぼ確定。他の工場武器よりはピックアップ頻度は高めです。そして清風弓も同じような効果。弓サポーターがほぼ全員装備可能です。これは祭礼、フィッシュルはつけられる程度。くらいなのですが、フィッシュルは突や役割次第ですが、これはつけても全然問題ないので、全体的に超おすすめの弓。一応一個はストーリーで配布されるので、申し訳程度の運営の優しさだよね。最後に流浪学章。星4最強の攻撃系砲機。着用はアタッカー用だね。リオセスリとヌビレットが増えて、使用者が超増えた。相対的に昔より汎用性は上がりましたね。
ということで総評。星5は比較的安定的な性能でそれなりに汎用性あります。星4は田中健は使用者自体は多いけど、ちょっと使う時が限定的な編成とかになるので三角。西風体験は使用者が多いけど、両手剣自体が少し微妙。あとは大体評価のままかな。ということで、今回は 4.2 後半ガチャについての動画でした。星4はキャラも武器も優秀なので、ピックアップを狙う人は美味しいですね。ただ、武器よりも基本キャラ優先なので、特に武器ガチャ狙う人は 4.3 キャラ発表が待つのがおすすめです。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。